はい、野口です。今回ですね、カモメ新幹線カモメに乗ります。で、この武雄温泉駅に来ております。で、これからですね、新幹線のカモメに乗って、で、ここの武雄から、長崎駅まで、行きたいと思います。行きましょう。野口チーム、はい、9月23日ですね、オープンですが、今回はちょっと早めに乗れるということで、皆さんいっぱい来てますね。受付はあっちみたいです。そうしましたら受付をですね開始します。今日のですね、注意事項とパンフレット、はい、こちら記載しております。ありがとうございます。あ、クリアファイル、はい、クリアファイル、はい、ありがとうございます。皆さん一緒にご案内します、はい、ありがとうございます。ゲットです。やった。運賃表がですねありますね。こんな形の費用で新幹線ここですね、長崎武雄だったら、3070円か、はい、そしたらば、西九州新幹線かもめに乗ります。時間帯はですね、この15時45分これに乗りますね。おー、はいはい、改札を抜けて行きましょう。おお、こんな感じ。ああ、いいっすね。で、ね、長崎諫早新大村ですね。で、嬉野温泉駅、そして武雄温泉駅というような形で、この各駅停車になりますね。さすがです。はい、向こう側にはエスカレーターですけれども、人が多いので、階段で上がっていきましょう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。来ましたね。我々が乗るカモメでございます。新幹線カモメ。おー、来た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 。はい、これが我々が乗る新幹線かもめでございます。うおー、いけてる、すごい。うわー、来た来た来た。おー、かっこいいな。めちゃくちゃいけてる。来ました。すごい。おー、はい、そしたら4両でですね乗ってみましょう。で、車両につきましては、今4両目なんですけれども、4、5、6は普通のですね、こういった席になってます、ね、このカラーすごいな。こういった形ですね。こっちが2つ座席、こっちが3つっていう形になってますね。すごい。おお。そしたら、あ、梅さんだ。そしたらですね、321は指定席なので、そっちの方に行ってみましょうかね。はい、ちょっと指定席ですね。こんな形になってまして。で、まあ、これリクライニングかな。で、お、こうやって、こうやって、なるほど、こう開きますね。こんな形の座席になります。ちょっと一回座ってみましょうか。よいしょ。で、ね、こういうふうな形で外が見れます。USB、あ、電源がありますね。電源がここに2つあります。USB はないのかな、まあ、電源だけですねという形です。おお、はい、普通席の方ですね。普通席の方ちょっと座ってみます。USB とか電源はあるのかな、こんな形で下ないな。あ、電源とか、あ、ここにありますね。真ん中もここ、あ、なるほど。こことここのところに電源があります。
な形ですね。でこっちの隣ところも同じですね。ここですね、2つ席も端っこに電源がありますよというところですね。こちらの方が6両目ですね。一番端っこになります。こんな形でお乗りになられていると。うわかっこいい。この後出発しますね。はい、多目的室ですね。こんな形でありますでね、水も出ると。今日は出ないで、こういう風な場所もありまして、まあ、トイレですね。ちょっと流してみましょうか。お尻、違う、お尻じゃない、流す、これか、よいしょですね。すごい。はい、おトイレですね。おトイレ、男性トイレ。ほう、なるほどなるほどですね。男性トイレでした。でこっちの向かいに、トイレですね。女性トイレ。ほう、こんな形ですね。ちょっとやりましょうかね。こっち。ああこれですよ。はい、以上だ。まだ動き出しましたね。おお。おお。さすが滑らかですね。で、お、あ、これですね。本日は西九州新幹線の試乗会にご参加いただきありがとうございます。ありがとうございます。かもめ号長崎行きです。終点の長崎は16時16分の到着です。早い。お客様にお願いいたします。お座席加速した。限りがございますので手荷物などはお座席に置かれず、荷物棚や荷物スペースをご利用くださいませ。お願いいたします。早い早い。車内でのご飲食はご遠慮ください。車内で出た不要なものはお持ち帰りくださいますようお願いいたします。今回運転手は吉本、車掌は長木です。ご用の際はお知らせください。知ってますけど、すごい滑らかですね。もうすごい速いで、はい、間のところですね。音もそんなにこうしないのでとても静かです。で先ほど言った多目的トイレですね。おお。で、こっちの方が指定席。おお。大村湾。すぐ新大村ですね。綺麗。すごいスピードだ。来ました。こちらが新大村駅でございます。おー、ね、あー逆光で見えない。あー止まりました。ところブラインドを取ってなかった。よいしょ。おお、こんな形のブラインドでございます。早い。もう諫早に到着ですね。もうこの間隔もうパンパンパンと到着しますね。諫早でございます。
言いたいだけです。次は長崎終点です。はい、諫早をもう出ました。で、トランスコスモススタジアムが見えてきましたね。あとはもう長崎に行くだけです。もうめちゃくちゃ早い。45分に出発してですね、もうここからあとね、すぐ着くような状況です。はい、出てきました。長崎の街です。諫早からほんのものの7、8分ぐらいで着きますね。で、こちら、稲佐山が見えてる方向です。マジで早かったです。私がですね、この長崎駅から、武雄温泉駅に行くときに、まあ、シーサイドライダーで行ったんですけど、だいたい2時間20分ぐらいかかったんですね。ただそれがなんと30分ぐらいで着くという、この時短半端ないですね。到着です。長崎駅でございます。おー、あっという間でした。はーい、到着。おー、で、私はですね、今これ降りるところにいましたので、このまま来ちゃいます。向かい側にもカモメがいる。おお、そしたら降りましょう。あー、すごいカモメ、素晴らしかった。いやー、かっこいいカモメ、かっこよすぎです。バイバーイカモメ、バイバーイ。で、この、ね、新幹線の乗り口、あ、そうか、私は新幹線の乗り口行くの初めてなんで、ちょっとこの後も映しましょうかね。おー、13、14番、11、12番ですね。こんな形で新幹線の入り口になってますね。まだまだ、9月23日なんでですね、まだまだちょっと時間がありますね。おお、こっち改札、こっちにもあります。おお、トイレ、すごい。うわー、ステンドグラスがすごい。こっちは青基調、こっちは赤基調か。おお、すごいすごい。はい、長崎駅に帰ってまいりました。いやー、なー、やはりですね、カモメスーパー速いです。で、私は行きはこの長崎駅から、武雄温泉まで2時間20分ぐらいかかって行ってるんですけど、それがなんと30分で着きます。ほんと素晴らしい、新幹線すげー。